さて、今日の気になるは食にまつわる話題です。今月も値上げの波が収まりません。そうなんです。帝国データバンクによりますと、今月も加工食品や乳製品など去年4月の4倍以上となる5106品目の値上げが予定されているんです。この4月以降の値上げに伴って、1世帯あたりの食費負担は節約しない場合月で2140円も増えると推計されているんです。いや、斉藤さん、こう聞くと本当にお得に上手に買い物しないとですね。もうだから、ね、作るものだけ決めてスーパー行くようにしてる、うん、あ、もう買いすぎないようにということですね。そういった工夫も必要になりそうですね。必要ですよね。で、皆さんに朗報です、うん、主婦の味方、そして財布に優しい店が今日オープンしました。卵やサーロインステーキが衝撃の価格です。いくらでしょう。開店前からこの行列。福島市八島田に今日オープンした一日ロシナンテマーケット福島西店です。お待たせしました。いらっしゃい。入り口のすぐ目の前にはこのお店自慢のお肉のコーナーです。平均価格の半額以下のものもあるということで、これを目当てに来ているお客さんも多いようです。目玉は肉、そして肉。今日は300人限定でサーロインステーキがなんと1枚100円。いいな、太っ腹ですね。さらに2000円以上の買い物で卵は1パック98円とリニューアルオープンを記念した特別価格です。高いですからね、今卵は。子育て世代を応援がコンセプトのこのお店、野菜は5点組み合わせ自由で450円、いちご298円などなど、いわゆるメガ盛り商品も並び、すごい、楽しくたくさん買い物をしてもらおうという戦略が光ります。かなり努力をしております。地域の子育て世帯のお客様たちを応援するといった部分におきましては、この価格というのを維持できるように努力していきたいと思っております。店では5月の連休までオープン記念のセール企画を準備しているということです。はい、爆誕祭ということですが、すごいインパクトでしたね。このロシナンテさんって結構ね、美味しいんですよ、肉が新鮮で。味もいいの。そうですか、すごいですね。すごい値段でしたよね。で、これまた朗報です。爆誕祭第1弾、今日だけじゃないんですね。こちらをご覧ください、はい、続くんですね。すごいですよ。明日はサーモンが 100g 198円、そして明後日トマト4キロで500円など。4キロで500円なの。そう、目玉商品を用意して明後日まで行われるということです。はい、ぜひ足をお運びください。さあ、そしてですね、お得に買いたいといえばこちらのコーナーです。今月の気になる野菜、農林水産省が発表している野菜の価格見通しから今月お買い得に買えるであろう野菜をご紹介いたします。まずはですね、最近の東京都中央卸売市場での価格平年比を見ていきましょう。これは全国でも小売りでも似た傾向になるということです。今は春キャベツ、それから新玉ねぎの時期ですが、こういった野菜は大体平年と大きく変わらないですね、うん、ちょっとジャガイモ高いかなということに見えますが、見通しはいずれも平年並みだということです。ジャガイモもう少ししたら落ち着いてくるのかもしれません。野菜が変わります。出ました、金子さん大好きなトマト。ちょっとだけ高いという感じですか、うん、それぐらいですかね、うん、きゅうり、あととにかくこれ平年より高いのが目立つんですが、こちらも価格はいずれも平年並みの見通しとなっています。結論です。今月は生育団体順調で、いずれも価格は平年並みということでした。各店舗での特売などに注目すると良いかもしれません。ところで金子さん、斉藤さん、野菜食べてます普段？最近また食べるようになった。ほら、新鮮な野菜結構取れるようになったから、西の方から。美味しいですよね。美味しいですね。金子さん食べてます？トマト大好きなのでトマトは常備してます、うん、常備してるということで、お二人はよく野菜食べてますけれども、年度代わりでいろいろ体調を崩しやすい時期じゃないですか、うん、ですから皆さんもですね、野菜を食べて健康になりましょう。そうだ、野菜はですね、生活習慣病の予防などに効果的です。
こちらは1人1日あたり栄養素などを何から摂取しているのかを表したグラフです。この緑の部分が野菜が占める割合ですから、こう見てみますと私たちにとって野菜というのは肉や魚以上にこのビタミンや食物繊維、ミネラルの供給源として重要なんだよということが分かります。成人は1日に 350g 野菜を食べようとされています。どうです、斉藤さん、これだけ食べてる自信はありますか？ありません。自信ままに言わない。量は食べないじゃないですか。アスパラ2本食べたりとかね、トマトを切ってそれサラダにしたりするけど、とかちょっと意外と量は少ないかな、うん、量は少ないと思う。金子さん、平均で皆さん1日に何グラムぐらい食べてると思いますか？でもやっぱり今日野菜取れなかったなっていう日あるじゃないですか。あります、あります。なので低く見積もって100グラムぐらい、斉藤さんも同じような感じで100グラムぐらいじゃない、平均はですね、はい、こうなりました。令和1年はここです。280グラム前後ですから、お二人の予想よりは取っていました。ただですよ、思い出してください、目標は350グラムですから、このラインなんですよ、ですからそう見るとあとおよそ70グラム多く食べる必要があるわけですよね。当然個人差もあるんですが、年代別で見るともっと特徴的な結果が出てきました。左が男性、右が女性です。どうでしょうか、猫さん。やっぱ男女ともに若い世代が取れてない、野菜不足ですね。そうなんですよ。特にですね、20代から40代野菜を食べている量が少なかったんです、なぜこれ 350g に届かないのか、その一因として考えられているものがこちら。とにかく 350g ってどれくらいの量なの？わかんない。なんかイメージできます、斉藤さん、今言われて 350g これぐらいかなって。だからサラダボール一つぐらいぐらいかなっていう、まあ、とにかくイメージがつかないということなんですよね。じゃあこうやって考えたらどうかと思いまして、 70g の野菜を5皿分食べれば達成できると。でも 70g というのもわかんないですよね、そこで実際に今日は 70g にした10種類の野菜をスタジオにご用意いたしました。ただ布がかくっております。そう、簡単に正解を発表しても面白くないので、お二人に一つの野菜ずつ 70g への切り分けというのをちょっと挑戦してもらおうと思います、はい、聞いてないよ。難しい、何にも言ってません。斉藤さん、では玉ねぎ一玉ここに置きますので、はい、切らなくてもいいですよ、もちろん、どれくらいだったら 70g かというのを、わ、難しいな、ちょっと切ってみて、当ててみてください。切ったらちょっとその場に置いといてくださいね。 70g、 さあどれぐらいいきますか、斉藤さん。あ、まず思いっきり半分にいきました、はい、あ、まだいきます。半分と4分の1ぐらい、はいはい、斉藤さん、これで、はいはいはい、これで、あ、半分と4分の1ですから4分の3、これで70くらいなんじゃないかと、じゃあ斉藤さん置いていただいて、はい、ちょっと測ってみましょうか。測ってみるのね。斉藤さん、いいですか、これ、はい、今これ結果分かりますからね、はい、ここで すぐ分かります。斉藤さんが切り分けました、はい、ちょっと原稿映っちゃいました、失礼しました。玉ねぎをですね、載せますよ。70g だったのかどうか、 184.4g ありました。佐藤さん、多いんですよ、倍以上。倍以上なんだ。はい。